バトルする仲間を選んでくれ。戦うキャラクターを登録するんだ。7枚まで登録できるぞ。と7枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターが決まったら、このチームで戦うなら、はいよ、チーム決定だ。おやと一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリを発動する、バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。敵が現れた。準備はいいか。覚悟でいい。仲間の悪意を見せてやるよ。ラウンド1。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。バチに見せつけてやるぞ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。どうだ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。仲間のアビリティ発動だ。
タッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。今回のスコアだ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。シールゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。バトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。いる、あった。やったね。ラメイさんがアップしたぞ。ラメイさんがアップ。仲間との友情は変わったぞ。バトルする仲間を選んでくれ。戦うキャラクターを選べる。7枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターが決まったらチーム決定。
戦うキャラクターを選ぶことがチーム決定だ。おや、君と一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリをバトルアプリの発動ラウンド。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦闘開始。敵が現れた。準備はいいか。覚悟いい。仲間の援護を見せてやるよ。ラウンドワン。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。敵のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。ボタンを押せ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。仲間のアビリティ発動だ。ラウンド2。アルティメットユニットチャンス。光っているカードを枠の中に入れて好きなユニットをハッピーダーをエリアに置くんだ。はい、次にメンバーをエリアに置く。ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、発見決定。仲間のアビリティ発動だ。読むもの見せてやるよ。敵チームのバイトルを発動。敵のアビリティ発動だ。決めるか。これで終わりだ。なんて凄まじい気だ。発動はいいか。スーパーサイヤ人に変身したぞ。しまった。敵の戦闘力やこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。うにゃえ、どうだ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。うにゃえ、どうだ。スーパーエナジーモード突入。画面の発動するキャラクターのラウンド3。バトルアプリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。
でバトルアプリ効果発動。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。見送った。いいガードだ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。見送った。ガード成功。君のチームの攻撃だ。バッチリ見せつけてやるぞ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。バーストモード突入。カードをこすって力を貯めるんだ。これが今回のスコアだ。ウルトラ想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ハイスコアだ。アイテムゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。バトルアプリのチームボーナス効果で。やったね。